as we bow. I'm wiser now. Feel the tide coming. Know the feeling now. Used to lose my crown. I'm wiser now. から戻ってきました。すっごい気持ちよかったです。ありがとうございました。外のね、露天風呂屋根ついてるんですけど、結構広くて、中央にさくらんぼのオブジェがあって、そっから温泉が出るんですよ。それがすっごい面白かったです。はい、でまだね、時間が9時半なんですよ。9時半で開いているお店とか施設っていうのはほとんどないのと、あともうすんごい雨だから観光できる状態ではないので、室内でワンちゃん OK なところをここから行ける範囲内のところで移動していこうと思います。テラス席で屋根がついてたりとか、室内全面的にワンちゃん OK だったりとかするところを SNS を駆使してめちゃめちゃ調べまくっていくつかピックアップしたので行ってみようと思います。ちょっとね、目の調子もうだいぶ良くなってきて、左目がすんごい腫れてたんですけど、ちょっと良くなってきたからコンタクト入れました。目の周りはアイメイク一切せず、眉毛とリップだけ塗っています。さあ、今いるのが寒河江市なので、ここから行けるところはまずどこでしょうか。ちょっと調べてみますね。定休日でした。しかし定休日でも大丈夫、ここになんと24時間対応の自販機があるんです。すごくない？お菓子がさ、自販機で24時間買えちゃうってすごいですよね。見て、ニューヨークチーズケーキとかモカロールとか、美味しそうなメニューがいっぱいありますよ。うわー、どれにしよう。わー、見て、こんな綺麗に包装されて出てきました。私が買ったのはこの9番のダックワーズです。この3種類、アーモンド、抹茶、コーヒーの中からランダムで2個入っているそうで、お値段は400円です。お菓子買ってきたよ。じゃーん、しっかりとパウチされてるの。あ、しかも冷たい。コーヒーとアーモンドでした。わー、美味しそう。朝だからね、コーヒー食べてみようかな。え、かわいい。見てください。お花形みたい。いただきます。うん。あ、おいしい。すごいおいしい。コーヒーの苦味がしっかりと効いていて、全然甘くないです。甘さ控えめかも。コーヒー好きな人にはめっちゃおすすめ。中にコーヒークリームが入ってるんですよ。見えるかな。あー、冷たくて美味しい。
ピザはね、ちょっとね、ランチからの営業だから今日はベーカリーで朝ごはんだね。アイスコーヒーと、これは豆乳のパンを買ってみました。あー、コーヒーもいい苦味で美味しいわ。朝ごはんはこれですね。見てこれ、あー、ふわふわ。おー、わー、もっちもちだね、この弾力のある生地。引っ張り合いっこしないで。はい、いい子いい子。はい、いい子。ね、待って待って待って。シュシュタン、待って。リリタンと順番。おむつ。待てよ。いい子いい子。
ど全部作ってて。あ、え、じゃあ今日食べたものも全部手作りなんですか？いやだ、すごいですね。都内だとそんなのなかなかないです。日持ちがそんなしないですよね。嬉しい、ありがとうございます、はい、いやー、ありがとう。テイト君、テイト君ありがとね、すいません、ありがとうございます。だんだん恒例になっちゃったお刺身サラダです。味付けはね、ちょっと変えてオリーブオイル、バジルソース、そしてイタリアンソルトっていうのを買ってみて振りかけてみました。20円で買えたセロリとアボカド丸々1個使って、天然のマダイ、そしてなんとこちら大トロなんです。大トロが半額で買えちゃいました。うわー、これは豪華だ。これ居酒屋とかだといくらするんだろう。よだれが出るね。いただきます。マグロちゃんとね、アボカドちゃんを一緒にしていただきます。いただきます。待って、いや、これはこの見た目の雑さはちょっと置いといて、すんごい美味しい。え、これ居酒屋よりレベル上じゃねっていうぐらい美味しい。やばい。バジルソースにアボカドと、そしてイタリアンソルトとオリーブオイル、マグロ、もうなんか口の中が本当にヨーロッパ、
表現の仕方おかしいな。バジルが効いてるし、アボカドも効いてるし、素材の味を全部活かしてる感じがして、すっごい美味しい。いや、うますぎ。いや、レタスに巻いてちょっと食べてみます。めっちゃ美味しい。切って和えるだけだから火使わないし、あ、これは最強だよ。じゃあ次はマダイ行こう。この天然のマダイと、そしてアボカドとね、レタスともにいただいて、セロリも乗せて、はっ、絶対美味しい、絶対美味しい、絶対美味しい。マダイはすんごいカルパッチョな感じですね。うまー。マグロみたいに主張が強くないからさっぱりした味がして、これは何個でも食べれちゃう。幸せすぎでしょ。に比べて背中に熱がこもりにくいです。僕はネイチャーハイクの1万円程度のものをずっと使っています。またマミー型は構造上体に密着しやすいので、ジッパーを開放しても熱く感じやすいです。封筒型であればジッパーを完全に開放して、夏は春夏用の薄手かつ封筒型のシュラフがおすすめで、暑がりの人はブランケットだけ持参してもいいかもしれません。